い、どうも、アルティメット工房のサミとのんちゃんです。あとしじみです。そう、ちょっと猫ちゃんの名前なんて言うんですかっていうコメントもあったので、しじみです。歌詞考察第3本目はバーストゥーナイト。これは結構人気な曲だよね、ライブとかでもね。はい、じゃあ今日はバーストゥーナイト、こちらですね。本家が流せないので私が歌うことになっちゃうんですけど、あのね、グラスフラワーもそうだったけど、すごい音程難しいし、なんか男の人の曲だからなかなか自分のキーに合わないからさ、ちょっと難しいところがあるんですけど、ちょっと多めに見てください。というわけで歌詞の考察やっていきたいと思います。作詞作曲編曲者はこちらに出しておきます。はい、ぜひチェックしてくださいね。バーストゥーナイトってどういう意味ですか？バーストゥーナイト、はい、こちらは日本語にすると夜にバウンスっていう感じなんですけど、そうね、これはあの夜にバウンスって、バウンスって何っていうところなんですけど、バウンスだけでちょっと調べてみますね。バウンスっていう意味は弾みとかバウンドとか、そういう感じの意味合いなので、まあ、夜に弾みましょうみたいな感じですね。ちょっとやってこようみたいな夜にバウンスしてこようっていうことですね。 A メロ低いところがあるのでキー変えましょう。自分の歌いやすいキーに変えられるのがアカペラのいいところですね。じゃあこの歌詞分け見ていきましょうか。キングから、誰の真似もしたくはない、それが俺のプライド、時代じゃない、何を言われても見せてやるよ。はい、まずここですね。誰の真似もしたくはない、それが俺のプライド、そのままの意味だと思うんですけど、これはおそらくこのグループのことを歌ってるんじゃないかなって思います。まあいろんなあのコンセプトのグループがいるんですけれども、そのどのグループの真似もしたくはない、それが俺たちのプライド。本当にこれは King&Prince のメンバーのことを歌ってることじゃないかな。うん、そう、時代じゃない、何を言われても。時代じゃないって何だと思う？やっぱりさ、みんなその安定を求めたりとか、危険を犯したくないとか、そういう時代じゃないですか今って。おお、確かに。だけどそんな時代じゃないよ、何を言われてもっていうことだと思います。だからどんどん新しいことにも挑戦していかなきゃいけないし、まあ、可能性みたいなのを広げていかなきゃいけないしっていうことで、多分これは時代じゃない、何を言われても見せてやるよっていうことですね。もうここからしてかっこいいと思います。この King&Prince っぽい曲なんじゃないかなって思います。むしろこうやって歌われることによって、私たちもあこの人たちについていきたいなって思わせてくれるような歌詞なんじゃないでしょうか。次、リシ君ですね。戦う気もない奴らに夢語る資格はない。岸くんと岩橋くんと神宮寺くんのこのプリンスパートですね。戦う気もない奴らに夢語る資格はない、これは誰のことを言ってるのかな。この人たちの周りにいる人たちだったり、うんうん、多分ジャニーズって言ってもいくらになんでもアイドルとは人間だから、うんうん、多分やる気のない部分もどっかである人はあると思うし、うん、そういう人たちにも負けたくはないみたいな、そんな感じじゃないかな。私が思うのは、戦う気もない奴らに夢語る資格はない、これは多分自分たちに向けて歌ってるんじゃないかなって思います。戦う気もない奴らに夢語る資格はないから、次に続きますね。本気見せてみろ、目をそらすなよ、 No 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 っていう風に繋がってくると思いますね。この本気見せてみろよ、目をそらすなよということで、私はそういう風に感じました。皆さんはどうでしょう、誰かのことを向けて歌ってるのかな。あとは誰の真似もっていう、この誰のっていうこの人たちに向けて歌ってることかもしれないよね。このみんながやっていることをしたくはない、安定を求めたりとか危険を犯さずに、その時代と言われていることをしてる奴らに夢を語る資格はないよ、本気見せてみろよもっとっていうような、ちょっと挑発じゃないけど男気あふれる歌詞かなって思います。じゃあサビいきますね。サビが、レディバウンスとナイ、拳掲げて声を上げろ、今とどろけ分。ここですね。まずレディっていうのは準備完了っていう意味なので、準備完了、まあ、夜に弾ける準備はできているよ、拳掲げてっていうことですね。じゃあまずその言葉の意味なんですけど、ここ声を上げろ今、とどろけブー。とどろくっていうのは大きな音が鳴り響いたり、広く世間に知れ渡るとか有名になるとか、そういう意味があるんですけど、はい、英語だとブーン
日本語だとブームっていう感じになるので、重低音の響きを表す擬音語、ドカーンと鳴る音みたいな、あーそうね、ボムみたいな感じね、そう、そんな感じ、うん。レディバーストゥーナイ、迷いを捨てて壁を越えろ今輝け分ということで、まあ、準備はできているよ、迷いを捨てて壁を越えろ今。壁ってなんだろう、これジュニアの曲だからね、デビューできるかできないかの壁としか、まあでもそのジュニアの時の曲であっても今歌ってることには変わりはないので、多分この壁を越えろっていうのは今いただいているいろんなお仕事とか、チャレンジしなきゃいけないこと、まあ、どんな壁とは書いてないので、本当に今やってるねメダルラッシュとか、それもね、それこそ新しいことにみんな挑戦してったりとか、自分のやったことないことに挑戦しているので、その壁を越えろ今輝け分ということで、まあ勢いをつけてね、人気になっていこうよ、輝いていこうよっていうことじゃないですかね。はい、じゃあここみんなでいろいろ歌ってます。サビなんですけれども、ここはちょっとリズムが大事なのでリズム取っていきますね。最高ぜ、最強です、最高の才能です、最高ぜ、最速です、最新の最前線、最高ぜ、最強です、最高の才能です、最高ぜ、最速です、最新の最前線。はい、これがサビですね。すごいわかりやすいと思うんですけど、まあさあ行こうぜ、最強で最高の才能で、あの朝のジップを見てもらうと分かる通り、今のメダルラッシュもそうなんですけれども、その前の弟子入りキング&プリンスとかもね、まあ才能に溢れてるよね。結局いろいろチャレンジするけど、一番最初もう習ったこともないことをチャレンジするけど、最終的にはできちゃうわけだから、もうそれは本当に最高の才能だと思ってます。いろんなジャンルで最強のメンバーが揃ってるんじゃないかなって思います。で、最速で最新の最前線、なんか考察とかそういうのもなく、このままの意味だと思います。むしろ King&Prince をこれはそのまま歌ってる曲だと思うので、まあ考察としては楽な方かなと思います。で、同じですね、最高ぜ、最強で、最高の才能で、最高ぜ、最速で、最新の最前線、これを2回続けることによって、まあ、2回繰り返すことによって強調しているっていうのはあると思いますね。じゃあ2番いきましょう。文句だったら俺にちゃんと聞こえるように言ってみろ、どこにだって俺は逃げないぜ、ここに来いよ。はい、文句だったら俺にちゃんと聞こえるように言ってみろ、どこにだって俺は逃げないぜ。これはちょっと挑発的なフレーズなんですけど、何を表してると思いますか？何を表してますかね、これ。なんだろうね、私はメンバー内のことだと思ってるんですけど、ライドオンタイムで、岩橋くんと神宮寺くんが喧嘩するシーンがあったんですけど、これは、まあ、岩橋くん泣きながらだったけどね、自分の思いをちゃんと伝えてました。多分こういうことじゃないかなって思います。あ、なるほど、うん、岩橋くんが体調悪い時に、まあ、ちゃんとやってるのにもかかわらず神宮寺くんがちょっとおちゃらけてしまいました。でもそれをちゃんと優しく教えてあげてたのにもかかわらず直してくれないっていうところに対して、まあ、彼の不満が溜まっていたと思うんですけど、まあ、そういうのもちゃんと言ってみろ、ちゃんとお互いに言い合おうよ、どこにだって俺は逃げないから、文句だったり不満に思ってることちゃんと言い合おうよみたいな意味だと思ってます。その次、ぶつからなきゃ生まれない絆だってあるんだぜ。ここですね、このぶつからなきゃ生まれない絆だってあるんだぜ。だからこの絆だってあるんだぜっていうところから、私はこの文句だったら俺にちゃんと聞こえるように言ってみろ、これはメンバー内のことなんじゃないかなっていう風に感じました、まあ、それこそね、本当に岩橋くんと、神宮寺くんちょっと取っ組み合いの喧嘩みたいになってたシーンがあったんですけれども、そういう感じで、まあ、お互いに、意見だったりとか不満だったりとかぶつけ合わないと生まれない絆あるんだぜっていうことで、お互い思ってることを言い合っても解散とかにはならないからちゃんと言い合おうよっていう意思表示だと思いますね。その絆を、メンバーに絆があれば大丈夫だから、まあこういう信頼関係があるからっていうようなことが歌われてるんじゃないかなと思います。その次、その痛みから背を向けないよ、ののをということで、
その痛みから背を向けんなよ、いろいろね言い合ったりとか嫌な気持ちすると思うんですよ。私もこうアルティメット工房として、まあ、グループで活動しているのは皆さんと一緒ですよ。キング&プリンスもグループ、私たちもグループで活動しているんですけれども、いろいろね思うところもあったりとか不満があったりとかお互いあると思うんですよ。でもそれをぶつけ合って心が痛んでもその痛みから背を向けないで高めていこうよっていうようなことだと2番は思います。サビですね。デリバンスとないしがらみ捨てて生まれ変われ今弾ける分準備はできている。しがらみ捨てて、しがらみって何ですか？せき止め絡むように束縛となるもの。しがらみせき止めているものを捨てて生まれ変わろうよ今弾けていこうよっていうことですね。なんと疾走感のあるフレーズかっていう。レディーバーンストゥーナイ我を忘れて魂燃やせ今裸でブン。はい、ちょっと脱ぐのは次ですね。我を忘れて魂燃やせ今裸でブン、まあ、無我夢中に行こうよ今服を着る間もないほどにみたいな感じかな。で同じく最高ぜ最強で最高の才能で最高ぜ最速で最新の最前線、自分たちのことを信じてっていう感じの意味合いが込められていそうですよね。あとは同じサビの繰り返し、このサビを繰り返すっていうのは意味合いを強調させるっていうことにもなるので、キング&プリンスのグループとしての決意とか意志とかガンガン感じさせる曲ではありますね。それこそダンスを見てもらうと分かる通りに、間奏の部分なんかはみんな同じ動きっていうよりかはちょっとずつタイミングをずらして別の動きをしてるけど、でも一体感が生まれてるっていうところもダンスでは表現されているので、まあ、その6人のいいところ、最強で最高の才能を感じさせてくれるんじゃないかなと思います。それこそ本当にね曲とダンスめちゃくちゃ合ってる、これは私結構好きな曲ですね。もうイントロからして好き。いやもう神宮寺くんがバンストゥーナイトって言った瞬間の盛り上がりは半端ないよ。他のメンバーでもいけると思うんだけどな、高橋くんが言ったら。もう神宮寺くんもいいけどみんなに言ってほしいバンストゥーナイトってはい、いかがだったでしょうか。結構深読みしてしまったかなと思いますけれども、皆さんはどのように感じるでしょうか。歌詞の感じ方人それぞれだと思うので、どの考え方も合っていると思います。どうでしたか。すごいかっこいいし好き、こういう考え方してる人が私は好きなんだなって気づいた。男らしいってこと。岩橋くんなんかはすごい可愛らしい感じなんだけど、ちゃんと自分の芯を持ってるっていうのは、まあ、ライドオンタイムとかね、そういうのを見て分かりますよね。あとはみんな岸くんなんかもすごい頑張ってるし、自分は周りよりも覚えが遅かったりとか飲み込むのが遅いっていうのが分かってるんで、休憩時間を削って自分だけは人よりも練習したりとか、ね、そういうのが他のメンバーもそうですし、高橋くんだって漫画家デビューしてその忙しい合間を縫って漫画描いたりとか、そういう強い意志、まあ、自分のやりたいことを貫いてるっていうのがすごい伝わってくるので、これは彼らにとてもふさわしい曲だと思います。皆さんいかがですかね。はい、というわけで今回はキング&プリンスのバンストゥーナイトの歌詞の考察をさせていただきました。以上アルティメット工房のサミとふんちゃんでした。